ビだ。ねえ、寒いね、ブラッチ。そうなのよ、とっても寒いです。まあでも12月だからもう寒いと思って家出ないとだよね。ネコプありがとう。コシさん、ダイコさん、大将さんありがとう。大丈夫かい。盲腸ってめっちゃあれちゃん、よかったね、無事に終わって。お大事にです。フジモンさん、おがっこさん、にじいろさん、のぶしゃん、キラさん、おさるさん、ドナルドさん、ワンダーさん、まみちゃん、大がちさん、しんいちさん、かんちゃん、グッドラックさん、ありがとう。小木原あつしさん、スルメさん、あさみさん、ありがとう。コロポ、タコありがとう。おばば、天気がいい日は特にかわいい。ありがとう。最近は天気いいね、ずっと。のぶしゃん、100キロありがとうです。かぽさん、ありがとう。ありがとうね。かずのりさん、コロコロ転がるさん、ゴングマさん、ありがとう。大将さん、ラブユー、ありがとう。ひでますさん、あめぐまさん、大がっちさん、解決たまごんさん、ありがとう。ましゃましゃさん、ありがとう。よっぴーさん、かわいい。大工さん、ギフトありがとう。ましゃましゃさん、マーク2さん、ピルクル、おてむちゃん、ありがとう。まみちゃんもギフトありがとうね。ほののんさん、ダーシャハさん、白夜さん、野菜さん、お、なのはさん、そうだね、ちょっと久しぶりだね、ありがとう。冬は週2日くらいしか来れないかもつって、お疲れさん。仕事かな。え、新しいアレンさんとのやつ出てた？大将さん、嘘、出てました。その回が、行く回なのかな。外に出る回なのか。ブレイブさん、野良犬さん、スイカさん、野菜炒めさん、犬猫さん、ローマ字のマサさん、ありがとう。たこ焼き食べてるの、野菜炒めさん。たこ焼きいいの。ちょっと前に私も久しぶりに銀だこ食べたな。銀だこめっちゃ美味しかったな。 AKA さん、ムーンさん、エイグレナさん、サンダーソニアさん、ネコプ、よくわかったね、お団子って。ちょっと見えたのかな。大将さん、フルありがとう。俺は男だからってずっと痛いの我慢してた。偉いね。お大事にね、早く元気になってください。それは、頑張れ頑張れみたいな曲あるかな。あ、ファイト戦う君の歌が戦わない。ちょっとしかわからんこの曲。ファイト。クラッシャーのぶさん、ありがとう。ローマ字のゆうさんもありがとう。あら、新しいの出てたのか、やっぱなんかビジネスワンダー、新しいの出てるようです。ぜひ
コラボローマ字のよしさん、おがこさん、ギフトありがとう。あまたおさん、ありがとう。マネーの子猫、続編も楽しいトークでした、言ってくれてる。ありがとう、見てくれて。ユッキーさん、キョンシュさん、ありがとう。フジモンさん、おがこさん、ギフトありがとうです。虹色さん、お疲れ、ありがとう。あれ、もうフリーレンだっけ。早いね。あ、呪術回戦も新しいの出るじゃん、出てるじゃん。そういえばフジモンさん、ラブユーありがとう。キラさん、100キラありがとう。花火だね。ケンスケ、ありがとう。綺麗に見えますリュウ、ありがとう。カノーさん、100キラダルマありがとう。メリーさん、カタカナのタケさん、ありがとうございます。以前新米の美味しさわからないって言ってたけど、取り消すめっちゃ美味しい。え、羨ましい。いいな、新米食べてるの。言ってたね、新米は最高だよ。ネルさん、はい、今日はあのオリボンニットみたいな、オリボンニットです。ドナルドさん、100キラありがとう。ゴンちゃん、ギフトありがとうです。スイカさん、ラブユーありがとう。おがこさんも、ラブユーありがとう。ナノハさん、キラ100ありがとう。クリティブさん、いらっしゃい。中島さん、大文字のテストさん、ありがとう。ドナルドさん、ありがとう。ケンスケ、かわいい、ありがとう。フジモンさん、ハートありがとう。シシマルさん、キングツバサさん、カタカナのシロさん、ローマ字のユッキーさん、あっちゃんさん、ありがとう。白夜さん、結婚して、おばば、ラブユー、ありがとう。モジさん、はじめまして、ありがとうございます。モジさん、ダッチャーさん、底辺さん、ありがとう。おばば、ラブユー、ありがとう。お猿さんに、ワンダーさん、ギフトありがとう。カズチンさん、いらっしゃい。ピクポワーさん、ヤスノリさん、ありがとうございます。聞こえてる、ヨシさん、 BGM よかった、よかったです。あら、ほののんさん、カニスープ美味しかったひなちゃんがお米がって言ってたから、少し振ってから飲んでみて。あ、えらい、それが一番だよ。最終的にあれ、お米が下に溜まりすぎて全部飲めなかったから。良いね、良いね。ひら、あ、間違えた、カタカナのカズさん、フーガネットさん、ありがとう。白夜さん、のらいぬさん、ありがとう。ひろっぽんさん、ありがとう。スイカさん、そうなんよ、アフロありがとう。乾燥がやばい、起きた時のね、乾燥具合がやばくて。私は最近ね、これニビアで、ニビアにな、ちょっと浮気しちゃったんだけど、ニビアからセタフィルっていうやつ最近使ってる。これなんか赤ちゃんとかにも塗れるやつらしくて、絶対肌とか荒れないやつでもニベアはね、あの、あったら買おうと思ってたんだけど、これの方がね、すごい目について、これ最近使ってる。めっちゃね、保湿されていいよ。保湿クリーム、乾燥肌、敏感肌向けってやつ。絶対わからんね、何のこっちゃわからんと思うけど、めっちゃ保湿されます。ネルさん、川崎さん、ギフトありがとう。コッシーさん、ありがとう。タコ、コエポンさん、ありがとう。底辺さん、お、ラブユー、ありがとう。宮内さん、ターくんさん、トミーさん、ありがとう。ムラピーさん、こんばんは。
カバッチさんありがとう。クリスマスモードでしょ、ユッキーさん。昨日もこの BGM やったんやけど、昨日からもうクリスマスにしてるんだよ、BGM を。サカピーさん、こんばんは。ありがとうございます。マミちゃん、フル。ありがとう。リオくん、エミリアか。エミリアン。特別。特別だから、だからね、ね。ちょっと忘れてるけどローマ字のマサさん、ユッキーさん、ユキダルマありがとう。ヤススッさん、スランプくん、おひつりさんありがとう。ドナルドさん、フルありがとう。今日もサメパジャマというかサメ寝袋購入した？え、買いに行ったの？それ甘党さん違う？ネットで買った？ヒロくんいらっしゃい。フーガネットさんありがとう。ラブユータゲ、今日もいい一日でした。寒いけど、寒かったけどね。ローマ字のユッキーさんに、ローマ字のマサさんありがとう。クリスタル、桜タイガーさん、ハラポニョちゃん、イナッチさんありがとう。オチュー、ベクポワさん、かわいいありがとう。ローマ字のマサさんありがとう。ギフト、ユッキーさん、ピルクルありがとう。待って、ピルクル、スノーオクマだ。ありがとう。やばい、もうこんなちょっと子守歌すぎる。これちょっともうちょっと元気な BGM にしよう。ダメだ、これも寝ちゃうわ。ちょっと待って寝ちゃうやつしか出てこない。待ってね、これはこれでいいん、これいいんじゃない？これめっちゃいいじゃん。蝶さんいらっしゃい。ひらがなのいずきゅん、あきやんありがとう。まーちゃん、かまんありがとう。ローマ字のゆっきーさん、ギフトありがとう。あきやんいらっしゃい。みつひでさん、おつひな。まーちゃん、ふるありがとうめっちゃ元気なんだけど BGM 何しようかな。うん、三坂越えすりゃ雪降りかかるぽい。うらしゃんありがとう。おさるさん、ふるありがとうございます。寒くて電気膝掛け手放せない、わかる。私も毎日電気膝掛けです。それをね、布団の下に敷いて寝てる最近。スランポくん、ユッキーさん、ギフトありがとう。ムラピーさん、ふるありがとう。ムラピーさん、すみずみち、え、最初の何て読むんだろう。チートイツ発動中の前の感じ。こんばんは。みっつーさんいらっしゃい。ピンさん、神おかんでさんありがとう。ちょっと待って、今度は元気すぎるかもしれないちょっと難しいんだけど、元気すぎない今度の BGM。 いや難しい、めちゃくちゃ。これは？おしゃれ。ちょっ
と BGM 迷子だ。さとちゃんこんばんは、ありがとう。ネコプラブユー、ありがとう。たくさんとろけるさん、キラ100、ありがとう。底辺さん、フル、ありがとう。わかんないと思う、多分初恋って曲。ワンダーさん、のりたま、ラブユー、たくさんありがとう。オッキーさん、いらっしゃい。ドトール行って一部商品値上げとあったので見たら今日からだ。ドトール値上げしたんだ。あら、そうなんですね。ドトールってちょっと安いイメージあるな、確かに。ブーちゃん、流星さん、 N164 さん、ありがとう。イズキュン、ありがとう。ギフト、今日はズートピアやってますね。ズートピアやってたんだ。ズートピア見たことないんですよ。なんかその金曜ロードショーとか出たら見たいなと思ってたんだけど。思い出深いディズニー映画、モアナかな。やっぱそのディズニー映画も面白かったんだけど、その見に行った日が私の運命の日、運命が変わる日だったから、この事務所に入るっていうので声をかけてもらったのが、そのモアナ見に行った時だったからめっちゃ覚えてるで。おめでとうブラッチ、今日誕生日だって。おめでとう。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear ブラッチ、 Happy birthday to you。 おめでとうブラッチ、誕生日だって。風と海とさん、とことこさん、ひらさん、ありがとうございます。ひろくん100キラ、ありがとう。髪は変わってないね、むしろ明るくなっちゃった。ちょっとまた染めに行かないと。ようちやん、ありがとう。今日の服は、あのこの大きなリボンがついてるよって言ってたニットです。一回来たかな配信でも。グッチ、フォングさん、ありがとう。お、おさるさん、録画セットしてる？フリーレン11時からだっけ、フリーレン。カラボ、明日の松山は晴れのち曇り、東京は晴れで。あ、そうだそうだ、あの週末めっちゃ暖かいんだった。そういえば明日は晴れなんだよね。いいね、良いね、良いね。20度超える？本当？もうなんか逆に大丈夫ってなるね、20度超えるって。ユッキーさん、フル、ありがとうございます。花束の代わりに、花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を。へい、アントワンヌさん、スピードバートさん、エペチさん、ありがとう。睡眠教さん、いらっしゃい。ダーサーさん、ありがとう。ギフト、桜井翔さん、こんばんは。アリケンさん、ダーシャーさん、ギフトありがとう。アマトーさん、アイスとお弁当箱、ありがとうです。あれ、のりさん、そうなんだ。木下さんが今日ゲストだったの、道場の。そうなんだ、めっちゃ可愛いよね、木下さん。めっちゃお綺麗だ。菜の花さん、あ
ありがとう。雪だるま。12月8日のひなほも大好きです。ありがとう。博多水炊きあったから今日飲んでみたよ。水炊きもあった。あ、いいな、それ探してるのよ。あの、誰かが言ってくれてから飲んでない。ほののんさん飲みたい。ハラメタル、バンクーバーさんギフトありがとう。青汁さんこんばんは。トコトコさんありがとう、ギフト。ひろしさんありがとう、ローマ字の。 M が大文字のマサさんありがとう。スミキョウさんありがとう。 M リーグ早いね、始まる前に試合終わってたのって。今日第一試合はほとんど見て、第二試合がまだ見れてないな。全然なんか月曜日もあの同じチーム、4つのチームらしいね。今日と同じチームで月曜日も一緒って言ってた。バンクーバーさんギフトありがとう。ほえ、アレンさんにいいねもらった。ヒロくん、あら、ほんとX されてるのか。ちなみにトイトイのひなほちゃんはトイトイ好きですか。あ、好きです。トイトイ好き、好きな役です。とってもな、あんこ系結構好きです。カタカナのカニさんこんばんは、ありがとう。あ、そうか、明日木梨の会かありません、とりあえず木梨の会ね、あの出させてもらうってなるの本当にね、ギリギリまでいつも分からなくて、だから一回も告知できたことないんだけど、出る時に多分急にもし出るってなってもいつも急に現れるかもしれない。カタカナのカニーさんありがとう。アントワナさんラプユーありがとうです。ナノハさんありがとう。クリスタ、ひなパパさんギフトありがとう。あれ、フリーレンって24話まで終わらないんじゃなかったっけ。ニジェロさん、え、おばばのお母様おめでとうございます。明日1ヶ月ぶりに退院されるんだって。どんなお祝いする。それクリスマス近いからクリスマス的な感じにするのはどう。バンクーバーさんフルありがとう。ひなパパさん、 M が大文字のマサさん、ショコラさんギフトありがとう。アントワーヌさん、ショコラさんギフトありがとう。サトピさんいらっしゃい。サクサクさん、やっくんいらっしゃい。のいちさんありがとう。おひつりさんありがとう。やぶれた。ファントムさん、カズアトマークさんありがとう。のもさん、なあさんありがとう。リルルさんいらっしゃい。ニビアが泣いてるごめんって、浮気もーんって言われてるんだけど。エナさん、あ、ありがとうございます。ギフトまで。エナさん、高星ハートさんありがとう。そうなの、でも私これ初めて見たんだけど、セタフィルっていうとこのやつ、これいいよ、セタフィルいや、バセリンね、あの見つけたら買おうと思ってます。だってこんだけじゃ絶対足らんもん。このもう多分1週間ぐらいでなくなりそうなんだけど。これセタフィルも買う。
お値段的にはどれも一緒くらいかな、多分。マッティさんいらっしゃい。オーバーザトップさん、ありがとうございます。うわー、本当にジェロさん、いや、なんとなくね、そのなんとなく 見たというか、ネタバレのやつを見ちゃったから、どんなことが起きるっていうのが分かるんだけど、悲しそう、今日見るの。呪術ね、呪術廻戦。ガックンさん、大地さん、ありがとう。スピンさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、そうなんだ、のりさん、土田プロが好きなんですね。好きなのか。前に土田プロとお仕事をさせてもらった時に、愛媛ですごい麻雀の極意みたいなの教えてもらいました。めっちゃ深いお話をしてもらった、土田プロに。その時チートイが好きっていうのも言われてた。ハムちゃん、ありがとう。そうよ、昨日からクリスマスだよ。クリスマス。リュウ、ラブユ、ありがとうございます。ハムちゃん、こんばんは。マンボウさん、ありがとうございます。ナノアさん、風邪ひいてるよ、それ。それは熱はありますか？なんかね、風邪ひく前やったら、カッコン糖とかユンケルとか引く前に飲んだりするとめっちゃ効くって聞くんだけどな。なんか引いた後だとあんま変わんないって聞くけど、逆にいつ飲むんがいいんだろうね、ユンケルとかそういうのって。ナノハさん、ありがとう。クマのアリバン。フォレスト系さん、クマさん、ボーダーさん、ありがとう。大文字のテストさん、金のアヒル、ありがとう。おはぎさん、いらっしゃい。あ、出たな、トナくん。今日もありがとう。うわーって言ってる。あ、アマトーさん、ネットでありがとうすごいな、買ってくれたのか。え、来たとこを見たいな。でも甘党さん、もう今年もあと何日って、ほんと数えたくないぐらい、あとちょっとやで。多分今が8か、8だから、もうちょいや、ほんとに。あと何週間で今週終わっちゃうの？3週間ぐらいで終わっちゃう。いやばいね。31日って何曜日なんだろう、今年は。ジュンヤさん、100キラありがとう。100キラ。ヤックン、リュウ、ギフトありがとう。おさん、いらっしゃい。やっくん、キラリンコ、ありがとうございます。わー、そうなんだ。コウタロウさん、今から43年前の今日、ジョン・レノンが撃たれて亡くなった日。最近ジョン・レノンのお話をカイちゃんに教えてもらってから、すごい曲が気になるようになって、ビートルズの曲教えてもらったりしてたんだけど、今日だったんだね。ナノハさん、スノードーム、ありがとうございます。スノードーム。セントちゃん、いらっしゃい。
おがこさん、こえぽんさん、ありがとうギフト。それはすごい、こえさん6万7000点差をオーラスでまくるって本当にすごいことだよ。100万は上がってないのかな。アマトーさん、フロありがとう。お誕生日のブラッチにえ、綿棒でお祝いってどうやってするの。綿棒で、はい、行きますよ。ゴリ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 、おめでとうございます。ちょっと掃除してね、この1年が明るい1年でありますように。はるかさん、ありがとう。いらっしゃい。ローマ字のよしさん、ありがとう。やけだるま、目覚めて起きるときに何か言葉出るって、よいしょーみたいな、覚えてないな。起きたらなんて言ってるんだろうな、私なんて言ってるのかわからんわ。なんか私はね、最近すごい焦って起きることが多いんだよね。あのゆっくりとこう伸びをするような、あー朝かーっていうような感じじゃなくて、待って今何時っていう感じで起きるんだよ、いつも最近。だからすごい待ってって言ってるかも、もしかしたら。なんかすごいアラームで起きてるのに、そのアラームも疑ってしまうくらい焦るんだよ毎朝。テキテキさん、いらっしゃい。白駒さん、ありがとう。虹色さん、ラブユー、ありがとう。アントワーヌさん、ありがとう。ギフト、こたつ出さんのって、こたつないんよ。ここにね、この机をどっかにこう片したら、片したらって方言なのかな、どっかに片付けたらこたつは出せるんだけど、これはね、こう片付けたりできるような机じゃなくて、もう分解しなきゃいけなくて、これだからこたつない。こたつないです。今年も、去年も行けたのよ。それでリアチョさん、ありがとうございます。お、ワンダーさん、忘年会モードなんですか今日から。ほんと、エイちゃんさん、こんばんは、ありがとう。ジャジーでいいでしょう。ナノハさん、フル、ありがとう。明日は数ヶ月ぶりに出かけない土曜を満喫できます。あ、じゃあずっと明日はお家にいれるの。よかったね。去年買ってほとんど使ってないニベアは使っていいんでしょうか。うわ、迷いどころだなそれ。なんか目薬は1ヶ月だけなんかあるんですよ。目薬とかは1ヶ月以上使っちゃダメとかあるけど、ニベアってどうなんだろうね。ほとんど使ってないけど1回は使ったんだよね。どうなんですかね、ニベアに詳しい人いないかな。レッツさん、ありがとう。明日早朝は7度で昼間は16度だって。あったかすぎるねそれ。よしさん、ジャズおしゃれ会。ヤフーカラーホーさん、いらっしゃい。あら、ブラッチ、トナカイサンタだ。ありがとう、トナカイサンタ。ブラッチ、スノードームもありがとね。ああ、スノークマもありがとう。ウリピオ、イチゴーさん、マー君とギターさん、キリンさん、ありがとう。
アンターネさん、フルありがとう。テレビないくせに金曜ロードショーで、いやでも見れんや。え、そうよ、そうの、そうなのよ。その実家にいた時はそれ思ってたんだよ、テレビを買わなきゃだよね。あのプロジェクターってテレビつなげれるのかな。キリンさんいらっしゃい。高星ハートさん、ラブユーありがとう。サンタさんはいつまで来てたか。もう途中からね、あの買いに行ってもらってたから一緒に結構早いと思う、サンタさんいなくなったの。いつだったかな、いつだったか忘れちゃった。ローマ人のヨヒさん、ラブレターありがとう。フルトありがとう。ひなほちゃんが高校時代に一番聴いた曲、一番、これかな。君に触れた時高鳴る鼓動が聞こえた。これはね、エゴイストさんの君空奇跡っていう曲だけど、これが多分高校は一番聴いてたかな。中学になるとまたエゴイストさんの違う曲を聴いてたんだけどもういつの時代もエゴイストさんですね。コバセンさん、ネイルさんありがとう。スナフキンさんこんばんは、ありがとう。コシさん、フルありがとう。コシさん今日も。ヨウちゃん結婚して。スピードバードさん、スエさんギフトありがとう。スエさんフルありがとうございます。懇親会中で無音です。もう仕事山盛りなので。えスペシャルひなファイト土日も仕事なんですか。休んでる、ちゃんと。ポップマスターさんいらっしゃい。何年か前みたいに4月ぐらいに雪降ったりするのかな。え、雪降ってたっけ、何年か前の4月に。へえ、降るのかな。なんか夏、あ、秋か、こないだ桜は咲いてたよね、冬秋なのにって。あ、そうか、ブラッチ去年は配信聞きそびれて初のお祝いだって。今年がおめでた、おめでた。そっか。スナフキンさんギフトありがとう。ワンダーさんフルありがとうです。なりたい自分はどこか、がむしゃらに探す日々。ノムさん、オーナーさんありがとう。クリスマスツリー、クリスマスツリー買うかどうか、悩むな。悩んでる間に終わりそうだけど、クリスマス買おうか、ちっちゃいやつ。ニオンさんいらっしゃい。お、ナノアさん日曜日なのか、来月の日曜日誕生日歌います。ノンリさん、英作さんありがとう。ニオさん、お、ラブユーありがとうございます。なんかついてきた、はっ、座布団のなんかモコモコが剥げ出した、使いすぎて座布団がなんか毛がダメになってきた。カンマインさん、ムオさんありがとうございます。ハ
から見たら FNS は見れた。デイデイってさ、どうやって見たらいいのかな。そうなんや。え、聞いた？デイデイ聞いた？ハラメタル聞こえた？ドナルドさんフル、あ、違った、大文字のテストさんフルだ。ありがとうございます。今日もありがとう。ひなちゃんは渡辺美里を知ってる？マイレボリューションの方？渡辺美里って。ひろゆきさん、ムーランさん、やおやさん、ありがとうございます。ところさんの雪だるまの歌知ってる？あ、知ってる。あのこないだライブをあのさせてもらった時に、やぶきフェスの時に聞きました。ところさんの雪だるまの歌、めっちゃ良い曲だし面白いし、ですごく感動した。生で聞けました。フリーレン28話か。ね、28話まであるんだ。マさんありがとう。しんいちギフトありがとう。たまごサンドさんいらっしゃい。リュウフロありがとう。会社の女子のハンドクリームがいい匂いだったので聞いたら、オーズのメーカー？へえ、なんていうとこのだろう。リュウリラックマラブユーありがとう。のりたまフルありがとう。プラチニ、水木奈々さんで歌える曲、水木奈々さん。時を超え刻まれた悲しみの、まっすぐに受け止める。君は光の天使。えい、もうこれが最初に思い浮かんだので。ちんいちふろありがとうございます。けいさんいらっしゃい。やわさはさんありがとう。くまけんさん、けい社員さんありがとうございます。ようちゃんふろありがとう。新居の自宅での、あ、そうです、本当だ。あの実家が新しくなって初めての年末年始です。またそうめん流し配信しようかな。正月といえば何配信だ？おせち配信とかしようかな。うちはね、いつもおせちが毎年おばあさんが、おばあちゃんが作ってくれてあるんですけど、おせちが。ノアさん、ヤマさんありがとうございます。リュウラブユーありがとうございます。サイさんいらっしゃい。サトシさんいらっしゃい。用事終わって待ちなおです。今から帰りますだって。あら、さとしさん今から帰るの？気をつけて。終電ありますか？小野寺和志さん、三田くんさん三田ですだって。三田さんありがとう。モーリーさんいらっしゃい。大文字のテストさん、雪だるまありがとう。さとしさんギフトありがとう。母が作るケチャップチキンオムライスが大好きだったんだ。美味しそう。いいね、この子。自分でも作るのかい？ローマ字のユシさん、ギフトありがとう。こうやってひなちゃんとお話しせんと一日が終わらん。私もですよ。私もですよ。わ、いづきさんって読むのかな。いづきさんありがとうございます。おお、ちゃんとピザとパスタどっちも食べたんだ、さとしさん。え、どっちもキノコ？
キノコパスタとキノコピザすごいじゃん。え、ポップマスターさん生きてるの？あ、違う、ポップマスターさんの話じゃないよあのコメントね、コメントの話ね。野原ちゃん生きてるの？ゴリゴリゴリ。何ズートルビって。何ズートルビ。おかきさんいらっしゃい。ありがとう。今の綿棒でなんかゴードンの膝枕シーン思い出した。なんか面白かったけど、この間あの小山さんとのライブ終わった後の特典会で、あの綿棒で耳かけしてる風の写真を撮りたいって言ってきてくれた方がいて、膝の上には乗れないから床にこう寝てもらって、なんとかこう写真でどうにかこう乗ってるように写るみたいなそれがすごいねシュールで面白かったね。あれ、それ思い出した今おかきさんありがとう、ギフト。たいしくんいらっしゃい。風邪は引き始めの対応が大切。そう、そうらしいんですよね。僕はなんとか風邪ひかない。でも引いちゃうでしょいつかは。なんか心がけてることとかありますか？本当に引かない人は引かないもんね風邪。私も強い方だとは思うけど風邪とか。でもやっぱ免疫が下がってると体調悪くなったりするもんな。一時私はね R1 も続けてたよ毎日。そういえば飲むやつ。おさぴーさんありがとう。あ、かわいいもありがとうです。おひなの綿棒の使い方、耳掃除以外の方が多い。多いね。あの目にね、目のメイクとかするときにめっちゃ細かいとこやるときとか綿棒めっちゃね使い勝手いいんですよ。そういうのにも使ったりする。おさぴーさんかわいい。たったさんありがとう、ギフト。僕の弟は起きたらうりゃーって言って起きてるの。かわいいかわいいですね。ローマ字のコモさん、ミモさんいらっしゃい。赤いたぬきさん、ラブユー、ありがとうございます。すごいね、こいさん。あのペイチャに強いタイプの方だよさん。かっこいいね。 FWDW さんいらっしゃい。ありがとう。オカムさんこんばんは。片したら使う？あ、ほんと？オカムさんどこの方だっけ？タッタさん、タカミーさん、ホリさんありがとう。あ、ほんと？片すは関東や東北で使われてる。あれ？なんで愛媛でも使われてるんだろう？あら、エイデンさんいらっしゃい。ひらがな斉藤さん、昨日から生活圏のスーパーで紅マノンダナが出てきました。2個で800円。さすが紅マドンナさん、2個で800円か。1個400円が。でもそんぐらい美味しいもんねリラックもやめとき、去年の目薬は。目薬そんなに高くないやん。まあ、高いやつも使ってるのかな、リラックも。目薬ほんとね、なんか数ヶ月以上使うと目に悪いらしいよ。トキビタさん、トリルさんいらっしゃい。ありがとう。
八百屋さん、笠文化さん、ありがとうございます。おお、やっぱ使い切るのがいいよね、ブレイブさん。スワマヨさん、のんびりしたいねんさん、ニッシーさん、ありがとう。お、ファントムさん、紫今さん、聞いてる？笹団子さん、ありがとうございます。おお、菜の花さん、高校時代はマリオネット聞いてたんだ。私高校生の時何が流行ってたっけな、曲。なんか私高校の時が一番アニオタ真っ盛りだったから、逆にトレンドを終えてなくて、その時の JK にもかかわらず全然トレンドの曲知らないんだけど、何が夢だったんだろう。2017年とかの時だね。2017年とか16年とか。何が流行ってたっけな、流行語大賞見たいな、2017年とかの。ネタは芸人さんはラッスンゴレライとかがめっちゃ流行ってたな。ラッスンゴレライ、ニーブラも流行ってた。ローマ字のマッコさん、いらっしゃい。カリタン、ありがとう。お、マッコさん、ギフトありがとうです。ありがとう。カリタン、結婚してありがとう。チャーさんだ、いらっしゃい。ソラさん、ありがとう。座布団、そう、座布団敷いて、もうこのテリトリーで頑張って寒くないように生きてるのよ。あげません、この座布団は。阪神優勝さん、ありがとう。金のアヒル、カンマインさんもギフトありがとうね。大文字のテストさん、お、ラブユー、ありがとう。ワンガンさん、いらっしゃい、ありがとう。のんちさん、ありがとう。お、ワンガンさん、太鼓のクマ、ありがとうございます。嬉しい。ネコプも、ラブユー、ありがとう。はちみつさん、デメキンさん、ポテチさん、ありがとう。アキラさん、ありがとう。カタカナの阪神優勝さん、こんばんは、ありがとう。岩太郎さん、カリタン、ありがとう、ギフト。ポテチさん、そうだよ、今日はハーフアップです。たけみちゃん、ストンコさん、焼きまんじゅうさん、ありがとう。お雑煮配信しよっか。あ、年越しそばね。あ、そういえば年越しそば配信はなんか毎年やってるな。そういえばやろっか、また。多分年末はね、帰ってると思うから、年末年始。焼きまんじゅうさん、ありがとう。いずきん実家やで。お仕事がね、めっちゃめちゃの年末に入りそうで、愛媛で。ありがたい。ん、大工さん、振る？ありがとうございます。ありがとね。新しいバナね、めっちゃ可愛いに作ってもらっております、ヤマピーに。ファンマーク、ファンマークの告知ね。そうだ、ちょっと前に私のこのなんかね、いっぱいみんながつけてくれてると思うんだけど、ひよこにマージャンパイのチューンっていうのをこうつけて、ファンマークというのが決まったんですよ、私の。ぜひね、使ってください。すごいね、みんなつけてくれてありがとう。決まったよって言った日から嬉しい限りです。
とんこさん100キロありがとう。カリタンフルありがとうね。今日もねえ、パパマスターさん生きてるのってなっちゃったよね今。なんとかギリギリ生きてるごめんごめん、元気に生きてねパパマスターさんオートモさんいらっしゃい、ありがとう。オカムさんありがとう、ギフト。あ、生存確認できる17日にパパマスターさん。僕もすぐ風邪ひいちゃいます、バカなのに。え、ポテチさんすぐ風邪ひいちゃうの？じゃあバカじゃないんだよ。もう R1 飲んでからほんと免疫上がったような気がします。ほんとにずったかさんいらっしゃい、ありがとう。体温高いと体内の免疫活性化になるらしいので、あ、確かに体温が高い人って免疫も高いのかな。いいね湯船。あ、お猿さんもいいね、ずっと元気だって。お猿さんキララ E さん、ズッタカさんありがとう。大地さんありがとう。クリスタル赤ホヤの刺身ちゃんさんこんばんは、ありがとう。 T 赤さんありがとうです。ローマ字のヨシさんありがとう、ギフト。もうマスクとうがいと手洗いが毎年インフルかかってたの？毎年？マサさんでかからなくなったんだって。それでやっぱめっちゃ強いんだそれ。マスクうがい手洗い、毎日ブラックコーヒー飲むようになってから風邪ひかんようになった。え？カフェインってなんかあるのかな？それなら私もなんだけど、免疫関係あるかな？G さんギフトありがとう。今日もワンガンさんフルありがとうです。今度は調整豆乳のスマホショルダーをゲットしましたありすぎじゃない？さすがに調整豆乳のグッズがもうすごいよ。やば、バンクーバーさん何年前の目薬使うの？T 赤さん100キロありがとう。のりたまありがとう、ラブユーたこさん。確かに1個400円なら桃とか梨とかと一緒って感じだよね。いいね、ちょっと大きいしね、ベニマドンナって。よこぽんさんギフトありがとうね。ラッスン夏いよね、ポテチさん。最近すぎる、ほんまに。ボブマスターさんブラッチフルありがとう。トイトイちゃんの歌、あ、ちょっと待って、あー、わかんない、ちょっと待って、歌詞がタタタタタトイトイタイナポイント全振り、あ、やばい、全然思い出せん。いやごめん、めっちゃ歌詞わかんない。あの鼻歌なら全部いけそうだけど。いや、私のあのファイトガールのトイトイちゃんがリーチかけた時に曲が流れ出すんだけど、あれね、あの場にいたら歌えるというか、口ずさめるのに。なんて言ってたんだっけな。ヤスプッチンさんありがとう。そうそう、ちょっと待ってちょっと待って、お兄さんだよ。
そうだ、運動会で何流れてたかとかって思い出せたら、何踊ったかとか。あ、私は高校3年生の時、ダンス絶対しなきゃいけなかったんだけど、創作ダンス、曲はね、ワンダイレクションだった。ワンダイレクションの曲を、踊った。あと何が流行ってたんだろう。2017年の流行語大賞はインスタ映え、尺度、尺度って読む、それ、インスタ映え流行ってたんだ、17年の時。インスタ映えか。あとね、もうモンストとかはね、もう全員やってたレベルでやってたよ、みんな。モンスターストライク、モンストとパズドラとか、ゲームはその辺かな、流行ってたの。このルームの今年の流行語、今年なんだろうね、今年入ってからなんか生み出したっけな、私。コートクさんいらっしゃい。えとか、ローマ字のマサさんありがとう。ラブユー。ワンダーさんギフトありがとう。カーマインさんもありがとう。大垣さん本当？ハーフオプティス。ハラメタのフロありがとう。デイデイは見逃し配信してない、誰か録画してるんじゃないって。そうなのかな、流れてくれてたのかな、デイデイのやつ。そうだよ、年越しそばはみんなどん兵衛食べるんだよ。うん、どん兵衛のそばね。あ、35億ね、ブルゾンチェミさんの。それも流行ってたね。いや、ネコプ分かんなくて、1月はその言ってた新年会が2月になりそうなのよね、やるのが。1月はまだ分かんない。愛媛の初詣といえばどこになるのって、だいたい五穀神社ってとこがあって、か石手寺かな、大きいとこは。椿神社とかもそうなのかな。私はね、いつもその小さい時から七五三とかでも行ってたとこにずっと行ってる。割と小さめの神社行ってます。バタコさんありがとう。100キラ。麻雀プロを合格した時の動画探してるけどないの？ネット M リーグでずっと密着してもらってたから、それがね、アベマ TV なら見れるんだけど、プレミアム入ってたら昔のやつも見れるのかな。でももう何年も前のやつだから、もしかしたら見る方法ないかもしれない。誰か知ってる方いますか？合格した時の動画。あ、合格した時の？密着じゃなくて？合格した時のはギリありそうだな。のりさん、こんばんは。ありがとう、ローマ字の。えのさんさん、ありがとう。のりたま、告知ありがとうございます。まめもめ仙人さんいらっしゃい。おー、おかむさん見てた？紫今さんの弾き語りカバー。てえへんさんおはよ。白白パンダさんいらっしゃい、ありがとう。
おー、のりたま告知ありがとうね。たくさんありがとう、ありがとう。忖度か。忖度。忖度なしで言うととかっていうやつ。忖度。忖度なんか流行ってたっけ？17年。大人たちが流行ってたのかな？忖度は。今年の漢字？今年の漢字を一時か。去年なんて言ってたっけ、去年なんかね、変わるっていう字書いて、なんかいろいろ変わった年だったなみたいなことを言ってたんだよね、多分。今年の、なんだろう、でもたくさんのことがあったから、またあの曲もね、新しい曲も出させてもらえたし、自分で作詞したやつも出すことができて、青い夏も歌出せたし、ダイアナエースの。歌かな。ライブもね、あの多分一昨年、今年すごい、あの一人のライブもたくさんできたなと思ったので、ライブバンドでもアコースティックでも、歌かな。ひなほ書くよ年賀状。1日間に合うように、みんなのポストに届くように。のりさん100キラありがとう。そうだよね、1月会えないと毎月会うチャレンジしてくれてるんだ、ブラッチ。なんかないかな。ターコイズちゃんありがとう、こんばんは。そうかそうか、五穀神社って全国にあるよね。そうだそうだ、近所にもある。ポテッチさん、ユッキーさんスイカゲームしてるんだ。スイカ作るぞ言うてる。スイカゲーム年末年始暇な時やろうかな。私も。風と海とさん、ゆうじさん、麦さん、ありがとう。アマトさんすごいね。どん兵衛年末に向けて北と東と西用意してるって、3種類。そう、どん兵衛ってね、同じそばでもあの関西とか関東とかで味が違うんよ。それ全部用意してんだって、アマトさん。やばすぎ。すごい。合格発表 YouTube で見た。あ、本当？ケンフルールさんありがとう。忖度と大人の間でめっちゃ流行ってたんだ。どういう時使うの忖度って。さすがに JK では言ってなかったよ、忖度とは。今年の漢字もひな。確かにひな。いろいろと復活したから服。おー、なるほど。確かにね。今年の漢字はところでしょ。ところさん。でも木梨さんともお歌を歌わせてもらったりしたよ。そ
そうだね、新しいことが多かったかも今年は。去年は変わることが多くて、今年は新しい挑戦というか新しいことが多かったかな。初とかかね。確かに。ポンカマ、ポンカマさん、こんばんは、ありがとう。陽平さん、なんとか終わる前に間に合いました。え、ごめん、めっちゃ遅れてて、ごめん。え、すごい、今年で一番びっくりしたかも。こんなに遅れてると思わなかった。全然1時間過ぎてるやん。ごめんね、ゆっくりやっちゃって。書き初め配信する、来年しよっか。抱負をね、四文字熟語とかで書いて。あ、でも習字道具あったかな。あー、ご縁の縁ね。そうかもしれない、縁かも。確かに。タックさん、いらっしゃい、ありがとうございます。 SS さん、あら嬉しい、ありがとうございます。はじめまして、SS さん。タコポヨさん、100キロありがとう、こんばんは。追いついた、コメント。陽平さん、ギフトありがとうね。陽平さん、100キロもありがとう。他人の気持ちを推し量ること、孫博さん。いや、いつもめっちゃ遅れてるんだけど、こんなに遅れるの多分初めてか久しぶりぐらいだと思う。お供行こっか。びっくりした。ももクロさんの番組でも忖度って話題になってたんだって。よし、じゃあ今日お供、今日は多分甘党の人はめっちゃ好きであろう、こちらミルク好きのキャラメルラテ。めっちゃ甘そうじゃない？ビーンズ&ロースター、ロースターズだって。美味しいのかな。にゃんにゃにゃん、にゃんにゃんにゃんにゃにゃん。よいしょ。それではお供ある方、一緒に乾杯。うわー、もう飲む前からめっちゃ甘いぞこれ。これは甘い、目が覚める。今年一甘いに認定しようかな。なんでも今今年一って言ったら重みが違うね。1月に言うのと今じゃ全然違うけど、ほんと今年一番ぐらい甘いわ。すごい、これは甘いぞ。すっきり甘いミルク感言うて書いてますけど、結構な、なんだろう、ミルキー感はある。ミルキー、もう本当に甘いの好きな、キャラメルラテとか好きでよく飲んでる人はめっちゃ美味しいと思う、これ。すごい。ミレイさん、はじめまして、ありがとうございます。飲む前から甘くて飲んで目が覚める。え、そうよ、ほんと薄めて飲む。そういうこと。私今ロックで飲んでるのこれ。ロックのキャラメルラテよ。確かにちょっと濃い感じはするね。歯にしみるって。多分しみるかも。
歯が今治療中の人は。よし、甘ーいって、甘ーい、やばい、47分だ早く早くランキング読みしないと。よし、行け。はい、ではランキング読みしたいと思います。よいしょ、13位、お猿さん、ありがとう、たくさんありがとうございます。12位、お、アントワーヌさんだ、ありがとう、アントワーヌさん。11位、フジモンさん、あ、ありがとうございます、嬉しい、今日もありがとう。10位、リュウ、ありがとう、リュウ、遅くまでありがとうね。9位、ローマ字のヨシさん、ひょ、ありがとう、ヨシさん、嬉しい、たくさんありがとう。8位、のりたま、ありがとうございます、のりたま、ありがとう、8位だよ。そしてラッキーセブン、おがこさん、ありがとう、7位、嬉しい、明日はいい日になるぞい。6位、ピルクル、ありがとう、ピルクル、ありがとうございます。そして5位、ローマ字のマスさん、はっ、ありがとう、マスさん、めっちゃいただいてありがとう。そして4位、ワンダーさん、ありがとうございます、ワンダーさん4位です、いつもありがとう、たくさん。そして3位、ボン、ナノハさん、いよ、ありがとう、めっちゃいただきありがとう。そして2位、ワンガンボーイさん、やった、ありがとう、たくさん、嬉しいです、ありがとうね。そして今日の第1位、アボン、ブランチ、ありがとう、おめでとう、ありがとうね、1位です。ということで3442盛り上げ、今日もたくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとうございました。じゃあ今日も一曲歌って終わりたいと思いますリクエストお待ちしてます。シュンと決めて歌おう、今日はリクエストタイム、やーい、スタート。ちょっと久しぶりにクルクルしちゃった、なんでだ、ごめん、ちょっとだけクルクルしちゃった。恋、今井美樹さん、プライドいいね、一応書くか。おお、17年のヒット曲、恋なんだ、恋か、流行ってたな、恋ダンス、モアナの歌、いいね、いいね、光へメリクリ、ライオン、ライオン、大声ダイヤモンド、ユイ、ユイ、いいね、あすみさんの曲、セントちゃん、白い雲のように、生まれて初めて、夢先案内人、月夜の海に二人で乗った、ショウ、12秒、バカ真面目っていう曲、 SS さん、12秒、懐かしいね、あなた解剖純恋歌、木綿のハンカチーフ、キラキラ、いいよね、キラキラ、白い雲のように、コネクト、命くれない、コネクト、クリスマスイブ、君煩い、白い恋人たち、白い雲のように、存在証明、よし、じゃあ決めていきます。
と遅くなっちゃったから眠りにいい感じの曲にしようかね。これで遅くまでありがとうございました。私は今南の一つ星を見上げて誓った。どんな時も微笑みを絶やさずに歩いて行こう。
ありがとう。今日は今井美希さんのプライドでした。リクエストありがとうございました。たくさんありがとね。ワンダーさん、マコトさん、ブラッチ、ナノハさん、めっちゃ戻ってたな。ミラポありがとうございます。ローマ字のヨシさん、ブラポありがとう。ナノハさん、ニジもありがとうございます。戻ってた。オカムさん、ヨウヘイさん、ニジイロさん、スピードバードさん、ブラッチ、ヤマさん、ワンダーさん、シロクマさん、ローマ字のユッキーさん、犬猫さん、タカミーさん、ありがとう。それではめっちゃ遅くなったけどありがとうね。また明日、おやすみ。5、4、3、2、1、おやすみ。バイバーイ。